い、どうもクラゲです。今回なんですけども、ですね、先日動画の方で帽子をかぶってね、髪型を隠して、撮影したところ、ネギ星人の呪いかなんかにかかってしまいまして、もう喉がやられております本日で。大変ね、聞き苦しいかもしれませんが、帯第5弾がやってきたということで、そちらのラインナップちょっと見ていきたいと思うんですけど、果たしてね、前情報で出ていた広沢選手、松永選手、高橋慶彦選手、果たしてこのメンバー出てるのかどうか、注目して見ていきたいと思います。では早速にはなるんですけど、はい、ラインナップの方見ていきたいと思います。それでは行きましょう。まず阪神、城島選手。鳥谷金本今年来んのや。まあまだ第6弾あるかもしれないんすけど、いやその辺が出なくて、今年阪神純正激アツメンバーが出てたということを考えると、阪神の OB の層がヤバすぎる。ただまあね、ソフトバンクバージョンと違ってブルヒッターやからそんなね強くないんすよ。まあソフトバンクバージョンの方が強いかなって感じで、カープ誰ディアス、高橋惜しい子どこ行った。でもセカンド B 乗ってショートできるんや。あー、高橋惜しい子って実はディアスやった、うん、ちょっとここはね前情報と違った形になったんですけど、まあ得能次第かな。うん、弱いね。ちょっとラロッカのライバル的な感じになるかなと期待はしたんですけど、弱いっすね。2001年か。いや、わからんな。だって俺が4歳ぐらいの頃やろ。成績自体はめっちゃいいんですけどね。まあ、プロスピではなかなか表現しにくいような感じっすかね。特能にしても弱すぎやろ、これ。ベイスターズが大魔神と。まあ、大魔神はね、もうよくリア体制やったらもう見慣れてると思うし、まあ、今更フォークニッシュが強いとは思えないですかね。存在か20丸自体は、はい、強いとは思うんですけど、もうこの落ちる系の20っていうのはもう今だったら藤井選手の方がね全然いいんで、そんな強くないかなって感じですかね。でジャイアンツ川、ここで持ってくる。来年の OB 第3弾年末年始に持ってきてもいいぐらいの選手なんですけど、しかもライドラやし。おい、巨人今年ライドラ増えすぎやろ一気に。これ巨人査定班変わったなこれ。なんでただファースト守備がちょっとね守らしにくいっすね。ライドラーベイチャンス。いやこれは強い。マジか、鉄あるくんのか。OB 第3弾まで取っといたよかったのに。来年の、うわ、これちょっと欲しいな、このタイミングやけど。で、ヤクルトは前評判通り広沢選手。結構熱くね、OB 第5弾。写真はちょっと前の方が好きやったかな。若干ぼやけてるから。うん、守備が本当に万能なんでね。で、あと、特能がね、落合選手と全く一緒で、なんかパワーの低さを全く感じさせない能力なんで、まあ本当にね、騙されたと思って使ってみてほしい。俺は使う。うん、しっかり取りに行きます。俺と言ったら広沢やろ。スピちゃん優勝の時のね。ああ、で続いて中日ドラゴンズ。若干こういうの調子良くなってきたかな。小松選手、球種が大事だが、あーなかなか難しそうな感じですかね。純正では強い、ともちょっと言いにくいような能力なのが難しい。でオリックス松永選手、いや高橋惜しいことだけハブられとるやん。なんでディアス出したん。めちゃくちゃ前評判通りにこの2人来てるんですけどね、広沢松永は。うわー、みそどっちか。でもサード B ノリさんおるんやけど、オリックス純正。ショート C をあるんやったらさ、オリックス純正埋まったやん。これオリックスショートが微妙やったんで、これ松永選手で埋まりましたね。あー、ライドラーベ選球が、あ、これバカ強いわ。おい、オリックス純正エグいって。これは純正圧倒的ショートっすね絶対。これははい、トッツさん以上にしてショートで使いましょう。でロッテがベニー、まあ、外野のパワー比系か。まあロッテに結構多いようなタイプやな。まあ広角もないしちょっと微妙かな。まあでも全部出ればそれなりに打ちやすそう。でソフトバンクは村上選手、投げ方めっちゃかっこいい。球種がな、まあ昔のピッチャーって感じような。チェンジアップ、カーブ、スクリュー。なるほど。あ、まあ状態、状態ピンチあるんやったらスクリューでちょっとあれじゃない、高さ変えておちょくれるんじゃないかな相手のこと。でチェンジアップも変化量6まで上がるから、まあ球速がちょっとあれっすけどね、まあ、全く前ないってわけではなさそう。球持ちもあるし。楽天ペゲーロくるん。待って、ペゲーロくんの。ペゲーロくるんやったらもうこれからの助っ人外国人全員来るって言ってるみたいなもんやで。当時ねリアタイ実装されたばっかのこのペゲーロ強かったよな。広角のパワーヒっていうのが結構注目されてて、で俺もペゲーロ持ってたもん。巨人のビエイラとか全然来そうっすね今後。でライオンズが伊藤選手と、まあ、守備はめっちゃいいんですけど、守備エグいいんですけど、まあやっぱキャッチャーは田淵選手行ったかな西武は。まあ守備を捨ててまでも今打撃のね時代なんで、まあそこは、まあ、西武純正やってる人にね、とにかくは任せます。で日ハム稲葉選手、ちょっと待って、ライドラが多くね。だからこそこの
流れで高橋義彦来てほしかったところであるんですけど、稲葉選手強いで、ただねヤクルト時代の方が強いんですよね稲葉選手は。まあヤクルト時代だったらねチャンス回がついてるからもうちょっとね能力とかね上がるんですよ。ただまあ守備なんかも全然いいですし、まあ初級とかためついてるということで1番2番めちゃくちゃ向いてる選手なんで、まあ日ハム純正伊藤稲葉のね 1,2 番相手にね嫌われるような打撃ができるんじゃないでしょうか。はい、ということで以上がね帯第5弾のメンバーになるんですけど、この時期に来るにしてはめっちゃ熱いな。6弾これなさそうちゃう。普段5弾がちょっと微妙な感じで6弾にめっちゃねそれね熱い選手出すイメージだったから6弾ちょっとどうなんやろうな。まあ、そこで高橋義彦選手と期待したところではありますね。でなんと72時間限定でスタートダッシュガチャが来てます。175エナジーで S ランク自チーム確定、2回目では S ランク2枚確定、かつ自チーム選手も1人確定っていうめちゃくちゃ熱いガチャ来てるから、これ絶対引こうな。お金なくても、72時間限定やからこれだけはマジで逃さんようにしましょう。無課金でも、まあ、そのファイナルミキサーも来るんで、まあ、それの要因としてね取りに行った方が絶対いいです。ということで今回ねちょっと欲しい選手いっぱいおるんやけど60連確定がないから、あーちょっと運命のね30連していきたいと思います。ただ俺はこんだけ愛をね示してるから広沢選手、絶対取りに行かなかし、なんなら来てくれると思う。俺は広沢選手の方から俺の元へてくれると信じてます。で最近ちょっとインフルなんかも流行ってるらしいんで、皆さんマジ気をつけてください。僕はまあインフルじゃないと思うんですけど、普通になんかやられましたね。暖房かなんか暖房切って寝てるんやけど、ただちょっと人混みのところに一回行ったこともあって若干インフルの可能性もなくはない。うわっOB 引けたけど、うわ広さは無理か。いやーもうなんでなん、ことごとくことごとくなかなかオーダーには入らない。ピッチャー2人を引いていくという、広さは取れた可能性全然あったやろ。いやガチで引きはやばいわ。2月やばいんすよねほんまに。じゃあ20連目あて、先日の動画のコメント欄でもあったんすけど、あの僕が動画で帽子をかぶって出演してるのは決して別にバカにされたからではございません。頭をね髪型とかを言うけど、俺自分の髪型かっこいいと思ってるから別にバカにされても全く聞いてないからね。俺シンプルにちょっとセットがめんどくさかったから、帽子をかぶったっていうだけであって、はい、全然ね別に恥ずかしがってるわけではございません。なんかそういうコメントもあったけどね。あ、クリさんあれっすね、開幕投手っすね。じゃあ30連目か、早っ。まあ一旦引くか。いやちょっとね森友哉に13万使ったのもだいぶ響いてるんすよ。だからちょっとなかなかねガチャ追いできないところであるけど、これの引き試合ではちょっとワンチャン追加も考えてる。いやもうピッチャー2人は、まあね、言ってしまったら狙いじゃない選手2人引いてるから、ここいい引きできるやろ。マジかぶりとかやめてな、ほんまにしょうもないから。川上哲治来てくれ、マジ頼む。はい、この最後だけですね。じゃあ行きます。俺の愛で広さを引く、愛は世界を救う、頼む。逆にすごいやろこの引き、こんだけ当たりおんねんで。なんやねんこのゲーム。